何かい。元に戻っちゃった。何をしようかな。これでよし。はい、どうぞ。どこに行くの。ここは秘密の遊び場にしてはちょっと物騒な場所だね。石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるだろうに。ザクザクっと。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。今度の冒険では何と出会えるんだろう。素敵なもの、いろいろ見たいな。ザッ、こいつ、多分強い。そこ、ふっ、せーの、連続よ。そこ、そこ、そこ、ふっ、当てる。伸びろ。そこ、正解、連続よ。ライザー行くよ。そこ当てる。そこ伸びろ。そこそこ風よ吹いて。大丈夫。当てる。そこ伸びろ。マイザー行くよ。一気に行くわ。問題なしよ。私もまだまだ成長途中のようで。神秘的なのは分かったけれど、これ結局どういうものなのかしら。なんだろうこれ。結構珍しいものかも。こいつ多分強い。当てる。そこ、そこ正解。伸びろよ。当てる。そこそこそこ、ライザー行くよ。伸びろ。当てる。ライザ、任せるわ。そこ、ふ、当てる。伸びろ。そこそこ風よ、吹いて。大丈夫。そこ当てる。そこ伸びろ。そこ当てる。まだまだ連勝。伸びろ。行け。当てる。ライザー行くよ。まだまだ。そこ伸びろ。行け。そこ当てる。逃がさない。一気に行くわ。
もっと強くなれそう。ちょっと成長できたかな。そりゃあ。よーいしょ。火薬を使った武器、あの時もしそれがあったら、届いて。そりゃあ。火薬か。前に量を間違えてとんでもねえ。こいつ多分強い。当てる。そこ。正解。連続よ。伸びろ。当てる。正解。連続よ。ライザー行くよ。伸びろ。当てる。そこ。風よ吹いて。そこ当てる。そこ。そこ。伸びろ。ライザ、任せるわ。当てる。そこ。そこ。伸びろ。大丈夫。ライザ、行くよ。任せるわ。当てる。そこ。そこ。まだまだ。飛びなさい。そこ当てる。そこ伸びろ。まだまだ行け。そこどいて。当てる。そこそこまだまだ伸びろ。行け。そこ私たちの勝ちだね。私も実戦で得た経験、まだまだ成長途中なら無駄にはしないわ。えい！こんなのも錬金術師にとっては素材になるのかしら。いや、これは太陽を模してるのかな。何かの信仰対象とかかもしれねえ。俺はそういうのに興味ねえからよく知らんけどな。特に何かあるって感じじゃないね。飾りとか調度品みたいなものでしょうか。それにしちゃ随分と目立つところにあるな。何の意味もないとは思えないな。何か匂いませんか。正体はこいつだな。それは油かしら。そのようだが、普通の油よりもずっと粘度が高い。こんなのは見たことかね。どうする、一応持っていくか。そうだね、何かの役に立つかもしれないし。
私その匂いちょっと苦手です。原石、これで何作ろうかな。ワクワクするね。魚釣れろ。はい。よいしょ。あ、これ使えそう。よいしょ。これこれ、持って帰るまでの間蜜を舐めててもいいかしら。届いて。何が出るかな。多分強い。当てる。正解。連続よ。そこだ。よっと。はあ。当てる。そこ。そこ。そこだ。よっと。はあ。ライザー、行くよ。ライザー、任せた。そこ。当てる。そこだ。風よ、吹いて。援護するよ。そこだ。当てる。よっと。はあ、そこ、そこ、連射。そこだ、よっと、はあ、当てる。そこ、そこだ、そこ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。よいしょ。これで爆弾とか作れるかな。届いて。それぽい扉が出てきたな。これは炎？炎の模様なのかな。何か宝玉みたいなものがはまってるね。がっちりはまってやがる。扉をぶっ壊したりしない限り取れそうにねえな。そういう盗賊みたいな真似はやめてください。
ないわ。鍵がかかってるとか？鍵穴らしきものも見当たらないけど。でも扉である以上開くはずだよ。扉ならだけど。何か違う方法で開けるのかな。ちょっとまだ分からんことが多いな。下手なことをして罠でも作動したら面倒だ。他に調べられそうなところを当たってみた方が良さそうだな。扉が…なんで開いてるの？勝手に開閉するようなものでないとするなら、僕たちがやった何かに反応したのかもしれない。でも私たち何かした？食台に火を灯した。それだ！よくよく考えてみれば、この扉には炎の模様が描かれていた。なるほど。ってことは食台に火を灯すのが鍵だったんだね。やけに火に関係したものが多い印象だけど、この遺跡を作った人たちは炎とかを信仰してたりしたんだろうか。わからんが、この先にも待ち構えてるだろう仕掛けのヒントにはなるかもしれんな。じゃあ扉も開いたし、先に進んでみよう。レント君、ライザたちがどこに行ったか知ってる？町の南に行ってるんじゃねえかな。詳しくは知らねえけど。南、それって廃校のこと？そういや、鉱山がどうとか言ってたっけな。ま、絶対にそうとは言えねえけどさ。もし廃校に行ってるならちょっと心配だわ。なんかあるのか？レント君はあそこがどうして廃校になったか知ってる？知らないけど、廃校のできる理由なんて限られてんだろ。掘り出したい鉱石とかが出なくなったとかさ。俺の生まれ故郷の近くにもあったよ。坑道だけ残ったままになった廃校がな。確かにそれが普通だと思うけど、あそこはそうじゃないの。あそこは資源豊富な鉱山で、廃鉱になる直前までたくさんの鉱石が取れていたの。今でも掘れば掘っただけ鉱石が取れるのは間違いないって言われてるわ。事故でも起きたのか？本当かどうかはわからないんだけど、坑道を掘ってる時に遺跡を掘り当てたんだって。遺跡は確かにあったぜ。俺も見たからな。明かりが切れそうだったんで引き返してきたけどよ。本当にあるのね。私が生まれる前の話だから、ずっと本当かどうか知らなかったんだけど、遺跡周辺で凶暴な魔物が現れたんだって。それで結構な被害が出たってことらしいわ。なるほどな。そりゃ廃校になるわけだ。でも町の近くでそんなことがあったって知れたら大騒ぎになるでしょ。
だから関係した人たち以外には知られないようにしてそのまま廃校にしたんだって。それ以降私みたいに知ってる人もいると思うけど、もう誰も行かないし魔物も現れてないし、昔の話だからってみんな今はもう特に気にしてないみたいね。それにしても遺跡の話って本当なのね。ライザたち平気かしら。ライザたちなら心配いらねえよ。俺が行った時にも魔物なんていなかったしな。その時は魔物に出会わなかっただけだとしたら、ライザたちだけで本当に平気かしら。俺がいなくたってそうそうやられねえさ。平気さ、あいつら。けど木の根っこが邪魔で進めないところもあるし、ここの探索は一筋縄じゃいかなそう。そういえばさっきは門番の人もいたから大きく言わないようにしてたんだけど、セリさんが探してるものって？古い植物。植物？どんな？それは答えられないわ。私もわからないから。ただ古の時代から存在しているような、そういう植物。それならこの辺にありそうですね。古い遺跡にこんな木の根っこがいっぱいあるんですから。そうね。これがいつから生えてるかは知らないけど、おそらくすごく昔の植物だと思う。ええ、私もいろいろ調べて、この辺りにはそういうとても古い遺跡が残されていることを知ったのよ。そしてある言い伝えを聞いたの。遺跡には古くから生きている植物があったって。そっか。そんな時偶然僕たちの話を聞いて一緒に来たいって言ったんだね。こうして実際に植物はあったわ。まだ木の根しか見えないけど。遺跡と同じくらい古の時代から生きる植物か。面白い。ロマンがあるじゃねえか。探検家魂に火がつくってもんだぜ。古の時代から生きる植物、確かにこんなにあちこちに根が張り巡るくらいだし、遺跡の奥にはとんでもなく巨大な木があってもおかしくはないね。葉っぱとか花とかもあるかも。セリさん、私たちも一緒に探すよ。そんなすごい木があるなら絶対見たいもの。ありがとう。それじゃあこの根をたどっていきましょう。ここには種があるかしら。
何が出るかな。また鍵穴も何もないドア。今度はどうやって開けるんだろう。周りにヒントがあるかもしれない。ちょっと探してみよう。これって太陽の模様だよね。何か意味があるのかな。炎が我々の力の象徴だ。誰？そうだ、我々は炎によって守られている。これ夢？常に炎を絶やさぬよう、周囲の者は炎の力によって作動するようにした。絶やさぬ炎も作った。常に炎と共にあらんことを。聞こえなくなった。何なの今の。また扉が燃えて炎が広がって白いところで声が聞こえて、みんなは見てないの？いや、むしろライザは扉に触ったと思ったらぼーっと動かなくなってたんだけど。何を見たんだ？この遺跡の記憶か？わからないけど、ここは太陽や炎を大事にしていて、炎の力でいろいろなものを動かしてたみたい。それって何かを燃やすことで遺跡の仕掛けが動くってことかな。何か必要だと思うんだけど。一度この遺跡について調べたこと改めて確認した方がいいのかも。
強そうだけど負けない。そこだ。よっと、はあ、せーの、連続よ。そこだ。そこ、よっと、はあ、ライザー任せた。そこ連勝。そこだ。よっと、当てる。はあ、そこ、うん、ライザー行くよ。そこ、よっと、はあ、そこ当てる。連勝。そこ、そこだ。よっと、はあ、よっ、当てる。そこだ。よっと、はあ、よっと、そこだ。よっと、はあ、そこ、まだまだす、どいて。そこ、ライザー行くよ。任せた。よっと、はあ、当てる。よそこ、そこ、まだまだ逃がさない。これが二頭の連撃だ。そこだ。よっと、はあ、当てる。そこ、どいて。まだまだ、そこ、連勝。そこだ。よっと、はあ、当てる。そこ、まだまだ。そこだ。よっと、はあ、よどいて。そこ、そこだ。よっと、はあ、よ、当てる。そこだ。よっと、何を使おうか。戦況を変えるよ。ライザー行くよ。そこだ。よっと、はあ、よっ、そこ、ライザー、まだまだ、任せた。そこ、そこだ、そこ、そこだ。妖精さん、お願い。ライザー行くよ。よ、当てる。そこだ。まだまだ、よっと、逃がさない。よっと、そこだ。当てる。よっと、はあ、よー、いっけー。まだまだ逃がさない。どいて。そこ、ライザー行くよ。任せた。そこ、はあ、よー、ふぅ、先に進もうか。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。ちょっとは成長できたかな。実戦で得た経験無駄にはしない。